皆様こんにちは。ナビゲーターの葉月です。日本が世界に誇る人気アニメといえば、機動戦士ガンダムもその一つになりますが、もし実物大のガンダムが実際に動いたら、とても素敵なことだと思いませんか？今回はその夢が現実になるというとても嬉しいお話です。ガンダムが動く企画は、機動戦士ガンダムがテレビ放送40周年になることを記念して企画されたものですが、予定では今年10月に神奈川県横浜市の山下ふ頭というところでその動く姿が見れるそうです。実物大のガンダムは高さ18メートルにもなるのですが、このガンダムを一体どのようにして動かすのでしょうか。今回はマニア究極の夢といえるこのプロジェクトについて、皆様と一緒に考えてみたいと思います。今日も最後まで私にお付き合いくださいね。日本人の、いえ大げさかもしれませんが、もはや人類の夢ともいえる動くガンダム。この壮大なプロジェクトを実行しているのは、一般社団法人ガンダムグローバルチャレンジという会社なのですが、この企画は先にも申しました通り、機動戦士ガンダムテレビ放送40周年プロジェクトの一環として進められています。実物大ガンダムは横浜市の山下ふ頭に10月1日から約1年間オープンするガンダムファクトリー横浜で公開される予定です。この公開に向け、現在日本では横浜、愛媛、茨城の3カ所で作業が進められており、横浜ではガンダムが格納されるガンダムドック、愛媛ではガンダムを後方から支持するガンダムキャリア、そして茨城ではガンダム本体が作られています。いかにも巨大プロジェクトという感じですね。対象となるのは初代ガンダムの RX78、 よく見かけるおなじみのガンダムです。ここからが今回の本題になるのですが、今月の3月3日、この実物大ガンダムの内部フレームやその動く様子などがメディアに公開されました。公開された稼働テストは、前田建設工業の ICI 総合センターというところで行われ、動画で見る限り、ゆったりと時間をかけて右腕や左足を上下させている様子がわかります。完成すれば、全長はアニメと同じ18メートル、そして重さは約25トンにもなるそうです。ちなみに、10月の公開に先立ち、7月、8月の土日だけ、スペシャルエクスペリエンスというオープン前の施設を特別見学できる限定プログラムが開催され、そのチケットは2020年4月頃より販売開始されるそうです。その時に、ガンダムドックタワーという特別観覧デッキにも登ることができるらしいので、私も行ければ行ってみようと思います。今回のニュース、海外ではどのように感じているのでしょうか。日本国内の反応と合わせてお聞きください。海外の反応をご紹介いたします。日本はどんなことでも別次元に押し上げてくれる国。情熱って今更だけど、こういうことを言うのですね。小型のガンダムを作ればいいのに。日本ならではの発想だよね。そしてそんな彼らを俺は愛してる。これでわかっただろ？日本とは絶対に争ってはいけません。一方その頃日本では、日本人って結構ユーモアあるよね。1時間でたったの一歩って感じかな。でも考えてみればそれでもすごいよね。大仏がある国だよ。これくらい簡単でしょ？きっとゴジラの襲撃に備えているんだよ。世界、なぜこんなことをするのですか？日本、なぜこんなことをしないのですか？次世代の戦争はこうあるべき。10代のパイロットが巨大ロボを操縦する時代になるんだよ。こいつがガンダムになる可能性はかなり低いと思います。だってこれじゃあ戦うための弾薬が装備できないじゃないか。知らないのか？こいつの武器は弾薬じゃなく動く技術なんだよ。
むしろ実物大のガンプラだね。きっとプロジェクトチームはこいつの胸や腹に完全なコックピットのスペースを確保するでしょう。あなたたちはガンダムが欲しいんでしょ？よく見ておくんです。これがガンダムを手に入れる唯一の方法なんですよ。俺はガンダムが欲しいんだ。それだけは譲れない。さあ、ロボットに乗るんだ、シンジ君。メタルギアは最新なのかな？まるでエヴァ初号機に近づいているように見えるんだけど。日本国内の反応です。すごいな、ワクワクする。ただ、やはりマスターグレードのような骨格にはさすがにならないんだね。技術者に敬意を払いたい。ガンダムのコックピットに入った状態で動かせるなら本物に近いし、外からリモコンで動かすならそれはガンダムではなく鉄人28号のような気もする。一歩歩くのに20秒は遅いけど、ジオンのモビルスーツ開発も初期はそんなレベルから始まったはず。人類の技術の加速度は目を見張るものがあるから、5年後には実物大ガンキャノンが北の飛翔体を撃ち落としているかもしれませんね。今の技術だとガンタンクあたりの方が再現率高くできそう。やはり二足歩行はネックだよね。パトレイバーでもあるけど、バランサーの制御がないと無理だし。台場で実物大のガンダムを見たときはめちゃくちゃ感動しました。アニメと同じ動きをするのは宇宙世紀70年以降だろうけど、あの大きさのガンダムが動くのは見てみたい。とても楽しみです。前田建設工業が絡んでますね。ここの会社、ずいぶん前にマジンガー Z の基地や銀河鉄道39の発射台を作ったらいくらかかるかって本気で計算して本も出してたよね。私もハマって全部読んだけど、とても面白かったです。今度はガンダム本体ってすごいよね。最初はガンタンクからって気もするけど、人が乗って操作できるといいですね。ガンダムを作ろうという思いは素晴らしいことだと思います。携わってる方々には頭が下がるし、頑張っていただきたいですね。ただ足を動かすのに20秒だと、正直遊園地のアトラクションプラスガンダムの被り物にしか思えないような気もします。アニメのようにスムーズにするなら技術的なブレイクスルーが必要なのかもしれませんが、どうせやるならぜひそこを目指してほしいと思います。まあ素人の勝手な願望です。もし歩行することができなかった場合、別案でトレーラーから起き上がるシーンを再現していただきたい。普通に歩く動作よりも劇中でのアクションを再現する方がワクワクすると思います。これはあまりにも夢がある。ただ倒れて下敷きみたいな事故だけは起こさないようにすることを考えると、人間以上のバランスメカニズムが必要になるかも。自分も制作に加わりたいな。勘違いされている方がたくさんいるようですが、あくまでも動く実物大ガンダムがコンセプトなので、完全に二足歩行するわけではありません。腰などが壁に固定された状態で歩いているように見せる。なので転倒などの安全性は確保していると思われます。お台場の首だけが動くのとは違います。あの大きさが動くのですから、それだけで感動です。ファンなら期待しすぎない程度に広い心で待ちましょう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍である、とはご存知、1969年に月面着陸を成功させたニール・アームストロング船長の言葉です。今回のプロジェクトの成功、人類の偉大な飛躍につながれば良いですね。少し大げさになりましたが、今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。葉月でした。よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。